I hope it rains. I want a downpour. Soak me through. こんにちは、ソータです。リュウです。昨日までソタリオはカッパドキアで2週間ワークアウェイをしてました。そちらの動画は前回の動画でご覧ください。そして今日黒海近くの北の町のトラブソンという町にやってきました。今日が最後です、トルコ。はい、明日リュウたちはジョージアに向かいます。今日一日何も食べてないので、先ほどこちらですね、トルコのケバブを買ってきました。アイラン付きということで、トルコのヨーグルトドリンクもついております。じゃあ食べましょう。お腹すいたな。お腹すいたな。じゃあいただきます。じゃん。これと先ほどのアイラン1個で210円でした。安いな。最高や、トルコ。じゃあいただきます。いただきましょう。じゃあ乾杯。わ、美味しい。久しぶり飲んだわ。さすが。お、待って、なんかご親切にちゃんと汁が垂れないように。ほんとだ、ビニールに下ある。すごっ、丁寧やな、仕事が。な、ね、こんなに大きい。はい、いただきます。こんな感じでちょっと肉が入ってます。おいしい。おいしいよ、結構。結構おいしいな。うん、味もしっかりしとってな。うん、最高です、トルコ。今トラブソンっていう町にいるんだけど、トラブソンは俺らが旅してきた中で一番東側のところにあるね、トルコ、うん、だからなんか顔が違う、みんな。うん、なんかイスラムって感じの顔してるな。なあ、アラブ系な顔してる。すごい、やっぱ違うんや。すごい人が多くて賑わっとる。なんか混沌としとるな。なあ、なんかまた違うね、今までのトルコと。違う。なんかトルコってエジプトとかそっち系の感じがするな。トルコっぽくない。俺らの知っとるな。各国のムスリム地域の場所。確かにね。アイス買いました。1個いくらですか？35円。安っ。乾杯。おいしいな。なんかさっきまですんごい交通量やったけど、急に誰もおらんくなった。すごい静かになった。すごいいっぱい人おったんや、ここ。うん、車もな。うん、急におらんくなった。え、しかもお店もなんか全部閉まっとる。ラマザンやから、みんなお腹空いて夜帰ったってことかな、みんなね。わからん。え、今何時だって？ちょうど7時前。だから本当にご飯が食べれるくらい。うん、7時10分ぐらいがもう完全なる日没で、そっからご飯が食べれるんよ、みんな。いやで、家帰ったんかな。てかそれ説でかいね。本当にいなくなったんや、急に人が。なあ、ヒーンって感じやな。なあ、すごっ。 誰もおらんくなった、日没の瞬間。なんかカラスみたいな。日が暮れるとき、って言ってみんな言って、日が暮れたら自分の巣に戻る感じが。な、てかなんか異様なくらい静かになったな。な、これがアザーンです。そうだね、お祈りの始まるよっていう。でこれが聞こえたらもう日没っていう合図でもあって、そんでみんなが食べるって感じ。さあ宿に戻ってきました。久しぶりの宿やな。トルコの初日に着いたぶりくらいだから、1ヶ月くらいずっと他の方のお家と施設に泊まらせてもらってました。自分たちでお金払って宿泊まるのは実は今日で2回目です。本当やな、はい、知らぬ間にお世話になりまくってます。ということで今日の夜ご飯は何ですか？カップラーメン。さっきケバブ食べたのがあれが夕方の5時くらいだったから、まあ夜ご飯はもう軽めにということでカップラーメン食べましょう。いただきます。いただきます。これをかけます。何ですかそれは？ポルトガルで買った唐辛子ソースです。おう、まあ、リオはねご存知の通り辛いものが好きでして、
辛いものを持ち運びできるまでになりました。これいいよな、でも。うん。これもちょうだい。久しぶりやな、なんかカップラーメンで。な。美味しいね。醤油味って感じ。醤油ではないけど。2週間美味しいものばっかり食べてたから。こういうの久しぶりやな。な。最後の朝ごはんです。これとトルコ朝ごはんって感じやな。そうやな。オリーブ。うん。もう忘れてしまうね、これも。うん。こんなにバスターミナルがある。バスの時間は1時間に1本くらいある。すごいな。なあ、これでいくらや。880円。1人、うん、いいね。で前は700円だったけど、まあ値上げするよな、トルコリラ、まあ、リラボール。この小さなミニバスに乗って向かいます。いよいよ国境に着きました。すごいな、こんな感じなんや。結構人もおる、はあ、ここ最後のトルコ店やで。ああ、ギレ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 グルシロス、うん、反応しとった。じゃあジョージアに入ります、はい、まずは入国、出国やな。ジョージア語や、ほんまや。ふにょふにょふにょって感じ。さあ、無事に入出国ができました。25カ国目のここがジョージアです。男しかいません。どうやって行くんやろう。探そっか、バトミー行くの。ここからバトミーまでは、こういうまた同じようなミニバス乗っていくんやけど、まあ、こっちは国が変わったということでジョージアのお金しか使いやんのよな。で、トルコリラをか両替したんだけど、すごくレートが悪くてちょっとしか、お金がなくって足りなかったんで、そこにある ATM でね、さっきお金を下ろしてきました。で、なんと5リラじゃなくて、なんだろう、5から下ろせるんだけど、ジョージアマニーがね。5っていうのは230円ぐらい、日本円ですごい。230円から下ろせるってすごい、ね、すごいな。5がお札やでかな。あー、ちょっと楽しみや、行こうか。はい、街の中心に到着しました。アパートの感じがすごい、なんかぶっ壊れそう。到着しました。はい、今日から3泊4日お世話になる宿ですね。うんうんうん、いいな、こじんまりしとって。これで3泊4日でおいくらでした。まあ、6000円ぐらいで1泊2000円ちょいとかな。うんうんうん、全然いいわ、個室やしな。いいね、Wi-Fi も強そうやったしな。シャワールームもこんな感じで、いつもこういうところ来たら最初はカウチサーフィンとか使ってるけど、初やな、なんか初やな、宿泊まったの3泊4日も。確かに。まあちょっとゆっくりしましょう。そうやな。さあ、本日の夜ご飯はヌードル、ヌードル風、うん、パスタ。美味しい？辛い？辛くない、うん、ちなみにここの宿のキッチンはこんな感じで共有のスペースになってるな。あ、面白い、面白い。ちょっとラーメンみたいな、はい、ということで、無事にジョージアに入国できました。これからね、ジョージアどういう感じなのかまだ全然わからないですが、とりあえず明日はバトミを観光していきましょう。まあ、これからどんどんジョージアでの旅が続いていくので、チャンネル登録してソタリオと世界を旅にしましょう。じゃあ高評価もお願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。